よし、じゃあ、西公園、通称、サイの河原に向かうところから始めていこうか。伝説の情報や、誰なんやろボスは地下の一番奥でお待ちしてます。な。なんで、どうぞ。なんで急に外国人出てきたん？ OK、入ろうか。ボス。青木かな。おお、すごい。遊郭みたいな。すごいな、地下にこんなとこ できてる。オッケー。一番奥にボスがおるって感じね。進もうか。てか、なんかヤクザ風が多いね。この地下街はどうですか、桐生さん。お前も俺のことを確かに知ってるのか。はい、情報はサイの代わりの命です。上界であったことは。すぐに下界の我々に伝わる仕組みになって、上界下界とか言うなよ。ドラゴンボールやっけ。さあ、ボスかお待ちですよ。ボスが待ってることも知ってんねや。紳士風の男。今日はどんな遊びをしてくれるのかね。ん？なんだ君は。いや、ここはどんな場所だか聞きたくてな。まったく状況を読みたまえ。今私はこのこと楽しんでるところなんだよ。あら、お客さん、ここ初めてなの？ああ、そうだ。かわいい。ここは VIP しか来られない、社交場。お兄さん、お金持ってる？あんまり持ってなさそうね。おい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 。一応30何万は持ってるぞ。そうだ、ここは君のような人間が来る場所ではないのだ。さあさあ、早くどっかに行ってくれ。なるほど。遊び場か。まあ、風俗的な感じなのかな。お兄さん、ちょっと私とお話ししましょうよ。ちょっと急いでるんだ。あら、何を急ぐっていうの？もしわからないことがあったら教えてあげてもいいわよ。何をだ？お兄さん、私のタイプだし。すまんが、ほか、おお、桐生。つまらない男、一体何のつもりでここに来たの？確かにな。まあ、一番奥行くか、とりあえず。社長さん？一番奥遠いな。おお、なかなか派手なお屋敷ですね。なんちょっと中華風なんやろな。さてさて、ガクト桐生の家一みた馬、いな。出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花や。何の情報が欲しい？おっと、東10条界年。の100億、それにたっぷんたっぷん。ユミとミズキって姉妹の情報だ。報酬は？いくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。誰がキャバ嬢そのしたパンツのら、色を聞くねん。その星の数ほどの情金報払っをつなて。ぎ合わせて、客の欲しい正確なおお。情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。なわるほどかるね。よな。今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい。どこにおんの？おい。10年前、堂島の竜って言や相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが、情報屋ってのは、とどのつまり、覗き趣味でよ。あんたが天下の東条会敵に回して、何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃだが、ただで情報をやったんじゃ、他に示しがつかねえ。俺は、フェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまかっり、こいいこと言うやん。仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。おお、任せろ。やってやんよ。なんやなんや。
うわー、地下格闘技。貴族の遊びしとんな。そうだ、金の使い道思いつかねえ金持ち。金の使い道思いつかねえ金持ち。変態どもがお得意様よ。いやー、変態そう。殺しても殺されても問題に。ここはサイの河原だ。サンズの川もすぐ近くってな。俺にしかできない仕事ってのは。三人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。なるほど。三人か。勝ち抜きスタイルね。よし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 。まあ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 、セーブはいいでしょう。いいか、キリュウ。これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。おう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。いやいや。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。強いやつか。で、3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かったか。なんか裏あるんかな。まあ、やるしかないよな、でも。準備ができたら声をかけてくれ。オーライ。準備っつってもな、なんか変えるんかな。特に変えるわけでもないし、行こうか。準備できたか。オッケー。おっと、武器か防具を装備してやるな。そいつは禁止だ。おう。外してくれ。あ、オッケーオッケー。すいません。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。オッケー。じゃあな。任せてくれ。Ladies and gentlemen、ここで飛び入りのファイターが登場です。ファイター、道島の竜です。ムキムキやね。楽しんでるやんけ。中年デブ。ダニエル・フェルドマン殺人犯なんや。時間無制限、ルールなし。何やねんそのユニフォーム、ダサいの。オッケー。 You must die。 はいはいはい。あ、なに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 、強いやん。バリ逃げ惑う。うわ、強いな結構。やばいぞ、結構強いな。ラッシュでいいんかな。チンピラでちょっといくか。よし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 。極み。フェルドマン。あ、やばい。オッケーオッケーオッケー。やばい、攻撃、あー、回復される。これさ、なんかなかったっけ、道島の竜で。竜スタイルであの状態にしたら。これはな、食らえへんねんな。強いってそれ。ふいふい。バイ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 。一発目からこのレベルか、なかなか強いな。よいしょ、勝ったぜ、フェルドマン。変態仮面みたいなユニフォームしてるけど。さあ、続いての挑戦者は、にやりにやり。おっと、大キック。大キックか。ガキ使のイメージしかないわ。
ムエタイとかバリ強そう。変則的な動きしてくるんですかな。プラムックよろしくね。おお、避けるね、避けるね。危ない危ない危ない。はいはいはい、おらおら、足技が強いね。危ない危ない。むやみに攻撃してもあれやな、こう避けて、あ、やばいぞやばいぞ。待てよ待てよ待てよ、これ回復できる、回復できんねや。回復はできんねや。危な、それやばいぞ、飛び膝切りみたいな。倒れろ倒れろ、ほら、あ、くそ、なかなか強いな。ほら、回復すんな回復すんな。いけ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 、よし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 、やっぱチンピラの方が強い説ある。あと一人や。快進撃が止まりません。おっと、今電話してる電話してる。うわ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 、こいつ悪い顔しとんな。誰やろ。え、あの受付のやつじゃん、受付っていうか案内してくれたやつじゃん。またあったな。奇遇ですね。即死と副上司、お好みは。その日本語意味分かって使ってるわ。無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今。喋り方がおもろい。そ、パワータイプやろう多分こいつ。速攻で殺してあげますよ。3年間無敗の王者 GB ホームズ、よしやるか。うわ、呪いな、呪いぞ。めっちゃ攻撃範囲広い。ほら、はいドーンからの極み。はい、これどんだけいいね、いいね、いいね。カウント押した。ちょ、俺も知ら、うわ、強っ強っ。ちょ、待って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 。バリ食らってんけど。そんなあり？もうちょい回復した方がいいな。オッケー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 。めっちゃ追ってくる。うわぁ、うわうわうわ。強いな、やっぱ。ガードしてる、ガードを崩される系これ。よしよしよし、掴もう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 、掴んでたら一応。おらおらおら、攻撃されてる時に攻撃ガードしたらカウンターできんねや。待て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 、危な、よしよし、いけ、極みや極み。おお、なんか新しい武器、武器ちゃう、新しい
攻撃方法。じゃあ、ま、待て、単純に体力がやばい。もっと勝っといたらよかったな。オッケーオッケー、回復させんなよ。やばいやばいやばい、うわー、えぐいえぐいえぐい、ちょ待て待て待て、えぐいって、え、ちょ待って、死ぬ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 、待って、回復ある、回復ある、回復ある、あるなあるな、オッケーオッケー、マックスや、慎重に、あーやばい、慎重に行こうとした瞬間、あ、もう攻めるしかないわ。何何その構え。オッケー、勝てた。なんか変な構えされたから勝てた。よっしゃ、極道の勝利。ええー、体してんな。こいつ遊びやがったな、俺で。安心しろ、約束は守る。声は渋いだって言ったろ。顔はブスやけど声は渋いね。いいね。登場会の100億と由美と水木って女の話だったな。そうそうそう。登場会3代目は金が盗まれたことを隠していた。世良会長ね。それを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。詳しいね、さすがや。3代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。おお、やつの動きは4代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。これもしかして、だが今の登場会は群雄割拠だ。3代目は死に、跡目もまだ決まってねえ。錦と対決する。100億を取り戻した男が4代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのは由美って女だ。やっぱ由美だよ。匿名の垂れ込みがあったらしい。何？登場会で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで錦が隠してるんじゃん。水木の娘はるかか。なんだって？登場会は水木の娘を探している。はるか今俺と一緒にいるんだ。そうやね、はるか。そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かはるかだった。お、水木か。それが由美か水木ってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれが由美って女か水木って女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。そうなんよ。なかなかおもろい展開ですね。なんだ、そうか、分かった。お前に客だ。お、誰よ。見に行くぞ。足元注意しろ。何？足元。おお、ハイテク。家の家じゃないんか。これは基地か。基地てか仕事場か。うわ、すごいすごいすごい。こいつはホームレスと思われへんな。ここがホームレスじゃないんか。サイの河原の本当の姿だ。すげえ。2年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。うん。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。はいはいはい。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。1万台。おい、客の様子を見せろ。はいはい、下っ端声。伊達さん。伊達さん。時間。
何があったんだ。やつの行動をたどってみるか。はるかは撮ったんじゃない。他の映像を出してみろ。どっから来たんや。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん、あ、はるか、うわ、拉致や。伊達さんは弱いやろ。うわ、撃たれた。ボス、トラブルです。なんだ。ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がやばいぞ。伊達がやばいぞ。伊達さん、伊達を救え。まんま行くか。伊達救出。やばいな、伊達さんは助けなあかんわ、さすがに。ちょっとでもアイテム欲しいな。ないよな。回復がもうないねんな。ちょっとセーブしとくか。よし、行こう。誰や、外がやけに騒がしいな。ああ、そんだけか。よし、発見。おい、ホームですか。すまねえ、はるかが、分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。恨みか、かっけえ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。腕足は引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。うん、ならやっちゃうぞ。なんだよ。やっちゃうよ。どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。うえ、オッケー。サイのカーレの住人倒しちゃって大丈夫。これ、あ、また出、また出口ってやつおんねんけど。出口おんない。気持ちいいね。おれ。はい、横井さん。横井さん死亡です。武器持ってんの強いな。経験値めちゃくちゃ溜まってんねんけど。37も溜まってる。はい、森下ドン。極みの演出かっこいいよな。はい、ドン。宮川ドン。宮川ドン。名字のレパートリー少なない。全然攻撃してこへん、こいつら。島田ドン、黒沢ドン。あれ、出口、出口、あ、出口もう倒しちゃった。オッケー。やっぱホームレスやからな、体は鈍ってるやろ。キレた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。さすがやね。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。あいつは元警官だ。あ、そうだ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。へえ。その後は知らねえが、こんなとこで会うとはな。なるほどね。キリュウ、はるかさらったのは真島組のやつらだ。おっと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 、真島組。真島さん、マジか。よりによって真島の兄さんか。関西弁やしな、近江連合か。そやな、真島さんか。真島さん会いたいねんけどな、街中で。はるかを救え。そのセレナで待っててくれ。うん、だがそれじゃその体じゃ
マジマ組を相手にするのは厳しい。そうやで。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。優しいな、キル。気をつけろよ。よし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 。じゃあ行くか。どこに向かってんやろ。こっちね。あ、バッティングセンターね。了解。ちょっと経験値いっぱいあるから能力上げよう。よし、だいぶ能力強化できたわ。向かうか。こういう話とか聞いた方がいいかな。いいな。ちょっとババッと行っちゃおう。あ、でもちょっとコンビニ寄りたいな。よし、コンビニ行って体力回復できるアイテム買ってきました。で、バッティングセンター、あ、これか。 OKOK、 入ろう。真島の兄貴おるんかな。どこや。え、あ、奥の方。秘密基地的なんとかあるんかな。おおお、ライトアップ。どういう状況。中に入れってことか。うわぁ、貼り付けの刑とかにされてない、はるか。あっ、ボールが飛んでくる。え、おや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 、マジマ。おお、マジマの兄貴。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。道島の竜と直接やり合える。本物の命張った喧嘩ができる。マジマ強いからな。ゲルちゃんならわかるやろ。当たるぞお前ボール、ね、おい。当たるんかい。当たるんかい。ゴキ言うたし自分で。笑いどころやないか。これボケやろ。笑ってないの見えてんねや。怖いね。今日も刈り上がってんね。ほんで別にええで。おう、そこのドア入ったとこにおる。マジか。読めへんな、マジマ。キルちゃん、わしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるから。快楽やな、快楽主義やな。本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや。うわ、またドス出してきた。行くで、勝負や。マジマと対決か、くっそー。行くで、キルちゃん。何回こいつとやり合えばいいね。あ、ちょっとザコ敵もおるやん、うざっ。まずザコ敵からだ、行くか。よし、森撃破。ちょ、マジマ組んだ、マジマ組んだ。よしよしよし、金の倒した。強いってドス攻撃。じゃ離れなあかんわ。オッケー。うわ強いなお前。やばいやばいやばい。くっそ強い。やばいな、ちょっと回復しよう。回復めっちゃ勝ったから。タフネス絶対やけど、そんなきゃあれ勝てるやろ。よし、あぶねえ。マジマも攻撃しとこう、そろそろな。よし、こうバット使うか。バット投げれるからな。
よし、タイマーや。強なったで、俺も。マジマちゃん、めちゃくちゃ体力回復するやん、こいつ。やばい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 、あぶねえ。おお、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。そんな急にそんなやられたらそれは無理やで。よし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 、回復しよう。ラッシュスタイルでいくか、お得意の。オッケー、オッケー、オッケー。混乱してる。それはやばいな。よし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 。おら。あの状態極みつけれんねや。めっちゃ食らうねんけど。あかんわ。ちょっと回復して。うわ、最後やでこれ。どうしようどうしよう。オッケー。地味に攻撃しとこう。倒したい倒したい。おら、あかんて、あかんて。あっ、危ねえ。倒せる倒せる、もうちょいで倒せる。あー、くそ。やばい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 って。オッケーオッケーオッケー。おっしゃ、危ねえ。経験値めちゃもらえてる。だいぶグダった試合になってもうたな。ごついぜお前は。それでこそキリュウちゃん。まあ、ええやつか悪いやつか分からんねん、マジマが。行くぜ。勝負はついた。はるかを返せ。アホ。死ねや。やばい。うお。クロちゃん。なんで。ケルちゃんはな、俺の獲物や。この。クロちゃん、何してんねん。わしだけなんじゃ。マジマ、おやじ、おやじ。おい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 、早くしろや。声がほんま、クロちゃんやな。おじさん、はるかは、はるか、はるか。ああ、よかった、無事か。怖かったな。遅くなったな。マジマの兄貴、どういう、ほんま読まれへんやつやな。はるか、お前のことを守ってやれなかった。伊達さん、しっかりしてよ。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？知らないおじさん？誰だ、キリ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。誰やろ、知らないおじさん。風間の親父かな。お母さんは、なんでお母さんに会えないの。弓か。ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。
ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげて。ね。もしかして水木死んでる？大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。うん。その説はあるよ。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか？うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。おい、マジか。鍵入ってるとか無理やりこじ上げるってな。ダメよ。言ってみただけだ。ダメダメダメよ。ダメダメ。そのおじさん顔は覚えてるか？うん、真っ暗だったから全然。誰やろな。その人、桐生のおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。錦か。うん、そんなわけないな。何者なんだ一体？さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。おう。錦。おい、待てこら。おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。昔の話か。柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？うん、バッチリ稼いできてやったぜ。もうねえだろ。ふざけんな。忍びね。なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ねえ。やり方はお前に任せる言うだしな。文句言ってきたら組長、うまいこと言っといてくださいよ。てめえ。3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。そうやねんな。俺のやり方が気に食わねえって言うなら、お前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。優しいか優しくないかわからんなこいつ。何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ。プライドズタズタやな錦は。バカ野郎！てめえ、恩を後で返す気か？怒られてる。本当にすみません。この詫びは縁故でも詰めて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すみません、すみません、すみません。かわいそう。すみません、すみません、すみません、すみません。めっちゃ謝ってるやん。たく、風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。ああ。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。桐生ならこんなことには。ああ、それ言っちゃうとダメよ、それ言っちゃダメよ。とにかくしっかりやってくれ。いやー、もう意識か手段選ばんくなんで。怖いぞ。第6章、父と子。
ペンダント、暗号とか書かれてるんかな、暗証番号的な。やっと落ち着いたね。はい。ということで、今回はこの辺で動画終わりにしたいと思います。ちょっと長くなったけど、なかなかね、バトルシーンが多くて。はい。街で情報集めるか。オッケーオッケー。じゃあ次の動画は街で情報集めるところから始めていきたいと思います。はい。まあよかったらコメント、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。